皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。星野源&新垣結衣さん、ガッキーさんですね、の結婚がですね、これ、すごい驚いたんですけれども、SNS でですね、もうなんか、みんな祝福してる感じだったんですね。こう誰も嫉妬してる人がいないっていうか、なんとか、みたいな雰囲気もなく、もうすごいおめでとう、すごいナイスみたいな感じだったんですけれども、これなぜこんなことが起きたのかというとですね、これ双方ともに相手が一般人じゃなかったから、そして同格だったから、まあ、ちょっと差別的な表現にもしかしたら聞こえるかもしれませんけれども、やっぱり同格っていうのがやっぱりこの祝ってもらえる条件なんじゃないかと思って、まあ、ちょっとこの考察を見ていきたいと思います。これ本当にですね、驚いたんですけど、この発表が出た時に、例えばすごい人気のある女優さんがなんか結婚発表した時ってすごい祝福ムードかっていうと、なんか、あんなやつとみたいなのとか、ちょっと批判的なムードもあるんですけど、もうこのニュースが出回るや、もうツイッターでもフェイスブックでも、もうみんなも素晴らしい、喜ばしい、こんな明るいニュースをありがとうみたいな感じだったんですね。すごい、誰一人としてなんかこう嫉妬したりね、嫌がって出たりなんか文句言ってたりするやついねえぞっていうのはなぜなんだろうって、やっぱこれ一般人ではなく同格だったからというのではないかと思います。例えば新垣結衣さんの相手がもし〇〇だったらという考察ですね。これ星野源さんにも同じことが言えると思いますけれども、もし新垣結衣さんの相手が一般男性だったら、多分ここまで祝福ムードにならないと思うんですね。そもそも一般男性と結婚した場合って、まあ、そもそも相手が誰なのかもわからない、名前も出てこない、顔も知らないっていうと、やっぱり祝いようがないっていうのもありますし、あとやっぱりどうしても超人気女優と一般男性だと、やっぱり一般男性がなんかすごい下に見られて、なんでそんな下なやつとみたいな、そういうなんか微妙な空気感が出てしまうと。だから、例えば一般男性とか一般女性と結婚した人気俳優って、なんでそんな人とみたいな空気が出るんですけど、やっぱり人気俳優、人気女優同士で結婚したからっていうのがやっぱり大きかったんじゃないかと。あとですね、これ、同じ俳優同士でも、例えばもし、新垣結衣がですね、売れてない俳優と結婚したら、これも微妙な空気感だったと思うんですよね。これ共に文句なしに売れている人同士の俳優同士の結婚だったからすごいおめでとうってなったと思うんですけれども、もしガッキーがあんまり知られてない微妙な俳優とかだと、あれ、なんでそんな売れてない人とみたいな。で、なんか逆になんか売れてない俳優がなんかこう人気女優を食ったみたいな、そういうなんか悪いイメージになりがちなんですけど、やっぱり今回は同格だったからやっぱり文句が出なかったんだと思います。あとこれもですね、別にあの職業差別をするわけじゃないですけれども、例えば仮にそれぞれ人気があったとしても、新垣結衣の相手がお笑い芸人だった場合、すごい人気のあるお笑い芸人だったとしても、やっぱこう微妙な空気出ると思うんですね。なんかやっぱり人気女優と人気俳優だったらなんか対等みたいなイメージがあるんですけど、人気女優をお笑い芸人が人気者でもね、その結婚するってことになったとすると、なんでそんなやつと、なんか別にどっちがいいとかじゃないんですけど、なんかやっぱり人々の意識の中に人気女優の方が上でお笑い芸人下みたいな意識って多分どこかにあると思うんですね。で、なんか下のやつがなんかね、その人気女優を食ったみたいな、そういうなんか悪いイメージが出ると、やっぱり祝福ムードにならないと思うんですけど、やっぱり今回は人気女優と人気俳優だったから文句がないっていうことなんだと思います。で、これもですね、多分微妙な空気になった場合ですけれども、微妙な空気になったんじゃないかと思う場合ですけれども、例えば新垣結衣の相手が上場企業の IT 社長で超金持ちみたいな場合も、これも多分微妙な空気になると思うんですね。ステータスとしては、まあ、社会的地位としては、ね、当然別に上場企業の IT 社長とかだったらやっぱすごいわけじゃないですか。で、まあ、分野は違えど、まあ、言ってみれば売れっ子で人気なわけじゃないですか。でもやっぱりこうなっちゃうと、
なんか金に任せてなんか女優をたぶらかしたのかよみたいな感じとか、なんか企業の社長とかなんか生意気だなみたいなのとか、なんかやっぱり嫌な感情が出てしまうと思うんですね。そうすると祝福ムードにならないと思うんですけど、やっぱり今回はそういう相手じゃなかったからということで、やっぱり今回のですね、この結婚、誰もが祝福しているような感じのムードがネットで漂っていたのは、同じ職業で同じぐらい売れてて、同じぐらいの人気で、しかも同格、しかも同系統だったから、だから言われるんじゃないかと思います。まあ、例えばこれが人気女優、人気俳優でも、例えば人気俳優の方が別にそのなんていうか、もうちょっと癖のある感じの、なんか爽やか系じゃなくて、なんかこう癖のある系とかだったら、いやーなんかちょっとどうかなって思われたと思うんですけど、お互いに爽やか系じゃないですか。で、例えばね、星野源が例えばちょっと人気はあるけれども、ちょっと癖のある女優とかだったとしたら、なんであんなやつとみたいになったと思うんですけど、やっぱりお互いに爽やか系っていう、その同系統っていうのもやっぱり大きかったんじゃないかと思って、やっぱりですね、だから、この本当にぴったりなんじゃないかと、その他人から見ればですよ、思われる者同士が結婚したから祝われたんじゃないかと思います。これでもですね、実はこれって一般の結婚でも同じじゃないかと思うんですけれども、やっぱりその何か差がある場合、例えば相手の方がすごい金持ってて相手の方が貧乏とか、相手の方が社会的地位が高くて相手の方が社会的地位が低いとか、何かやっぱり同格でない者同士だと、やっぱり周囲の目ってなんであんな人とみたいな感じにやっぱどこかで思っちゃうんですよね。ところが同じようなこうね、こう収入とかのこの親のね、こう感じ、中流階級同士とかね、上流階級同士とかなんかっていう、その同じような感じの家庭で、同じような例えば学歴な感じで、同じような職業、例えば一般会社員と一般、ね、会社員同士とかだと、なんか同格だから言われるっていうのがあって、これだからまあ別にその結婚って当人同士の問題なので、周りがとやかく言う問題ではないはずなんですけれども、やっぱり周囲がちゃんと祝うのか、あんまり祝わないのかって、この結婚する者同士が同格だからっていうのが大事なんじゃないかというふうに思います。例えばですね、今すごい揉めている、まあメディアが騒いで、国民が騒いでるだけだと思うんですけれども、その皇族の眞子さまと小室圭氏の結婚のね、婚約のことって、もうめちゃくちゃ反対されて、めちゃくちゃメディアのね、マスコミの餌食にされてるじゃないですか。あれってやっぱりすごい皇族っていうすっごい上流階級のものと、小室圭氏というなんかすっごい下の人間がなんか上のやつを食ったみたいな、そういうのがあるからやっぱり許せないっていうやつが出てくると思うんですよ。それがやっぱりそれなりのステータスを持っているね、なんかすごい金持ち貴族の子息でみたいなね、なんかそういうのだったら多分許されたんだと思うんですけど、やっぱりその同格っていうのがやっぱり結婚で言われる条件なんじゃないかと思うので、まあ、今回の星野源さんとですね、新垣結衣さんがなぜこんなにも多くの人から祝福されるようなムードだったのかというのは、同格だったんだじゃないか。だから逆に言うと、今後一般女優とか人気女優とか人気俳優さんが誰と結婚するかでこの空気感が違うっていうのを見ていくと、ああ相手が一般男性だからだとか、ああなんか IT 社長なんかちょっといけすかない感じだからみたいなとか、お笑い芸人だからだみたいなのが、わかるんじゃないかと思うので、ぜひこれからもですね、人気女優や人気俳優が結婚した時に、相手のその地位とかステータスとかみたいなことによって国民の反応がどう変わるのかっていうのを見てみると、ニュースが面白く見れるんじゃないかというふうに思います。